そしてワンコは全身で汗をかけないので人間より熱がこもりやすいため人間以上に熱中症のリスクが高いと言えるでしょう。熱中症になりやすいワンコを紹介します。担当種の犬、大型犬、肥満の犬、ヌイチホーガ、原産の犬、持病がある犬、足の短い犬種、肥毛がダーク系の犬、老犬や子犬、以上が熱中症になりやすいと言われているので注意が必要です。犬が熱中症になりやすい理由、犬は全身が肥毛で覆われているほか発汗部位は肉球などで限られています。このため人のように汗をかいて体を冷やし熱を下げることはできません。ハンティング呼吸をし、唾液を蒸発させることにより、体にこもった熱を外に逃がして、熱を下げています。高温多湿な環境。高温化はもちろんですが、湿度が高いと唾液は蒸発しづらく、ハンティング呼吸がうまく機能しないため、熱中症のリスクが上がります。犬は人よりも体高が低く地面に近いので人が感じるより暑い環境にいることを忘れずに。野外飼育。鶏舎は換気が悪く熱がこもりやすい環境です。避暑できるスペースを用意し、猛暑日には室内に避難させましょう。空調を使用していない室内や車内、締め切った空間では気温も湿度も急上昇します。愛犬を留守番させる場合は必ず冷房をかけて外出しましょう。また真夏の車内は冷房を切るとわずか15分で熱中症危険レベルに達します。ほんの数分だからと犬を車内に置いて出るのは絶対にやめましょう。犬にとって熱中症は恐ろしい病気で、発症すると一気に症状が進んで嘔吐、下痢、血便、痙攣、失神などを起こし、処置が遅れると命を落とすこともあります。何より愛犬が熱中症にならないように予防することが肝心ですが、もしも熱中症になってしまった時は飼い主さんが初期症状に気づき早めに処置することが重要になります。では、熱中症の初期症状にはどのような症状があるのか。1、荒い呼吸をする。2、大量によだれが出る。3、目が充血する。4、口の中の粘膜が変色する。5、体が熱くなる。対処法は、1、クーラーの効いた部屋に移動する。2、シャワーなどで全身に常温の水をかける。3、常温の水で濡らしたバスタオルで体を包む。4、浴槽の水に体をつける。など、体を冷やす処置を早急に行い、自力で水を飲めるような、飲ませた上で保冷剤などで首や脇の下、内股などを冷やしながら動物病院へ連れて行きましょう。熱中症の症状が出てから90分以内の治療が望ましいと言われています。体を冷やす処置で体温が下がっても熱によって臓器などがダメージを受けていることがあります。熱中症が疑われる症状が見られた場合は、応急処置によって愛犬が回復したように見えても念のために受診しましょう。熱中症予防をするには、熱中症は発症させないことが一番です。
愛犬が辛い思いをしないように飼い主さんが予防に努めてあげましょう。予防のための基礎知識を紹介します。犬に適した温度と湿度は、犬に適した環境、室内の温度は25から28度、湿度は45から65%だと言われています。お留守番をさせる場合はエアコンや扇風機を使用し、室内の換気を行うなど室温と湿度の調整を心がけてください。冷気は室内の下側に滞留するので、温度が低すぎると犬が体調不良を起こす可能性があります。注意しましょう。外出時に知っておくべきこと。犬にとって散歩は日常生活の中でも健康維持のために欠かせないものです。しかし暑い季節の散歩や外出は犬が熱中症になる可能性があるので、以下のことを気をつけましょう。お散歩や外出は涼しい時間帯を選ぶ。犬の飲み物を持ち歩き、こまめに水分補給をする。犬を車に置き去りにしない。このような対策が愛犬を熱中症から守ります。まとめ。犬の熱中症は処置が遅れると死に至ることもあります。一刻を争うので、ご紹介したような初期症状が見られたら早急に体を冷やす処置をして動物病院へ連れて行きましょう。愛犬が熱中症になった時に初期の段階で気づいてあげることも大切ですが、何よりもまずは熱中症にならないように予防をしましょう。愛犬を恐ろしい熱中症から守ってあげられるのは飼い主さんだけです。愛犬が快適に過ごせる環境づくりを心がけましょう。体が暑さに慣れていなくて、暑さに耐えられるほどの準備が整っていないことが大きな原因です。人には快適な温度でも犬にとっては暑いこともありますし、年々平均気温も上がってきています。愛犬を熱中症にさせないように飼い主さんが十分気をつけるようにしてください。私の感想ですが、犬も熱中症になることを初めて知りました。マルも熱中症にならないようにみんなで守っていきたいと思います。本日の授業は以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。